どうも、ゆたです。本日はね、来ましたよ。富士スピードウェイレーシングコースです。あと、もうそこまで20分なんで、ちょっとそわそわしてますが、富士はね、全然走ったことないです。はい。で、持ちタイムが1分59秒。3? 4? 3? で、真夏に走ってもう052で、でそこまで軽量化もしてなくて、でタラレバで58秒前半3ぐらいは出てたのか、ポンと走って、で真夏でそれを考えるとまあ 2,3 秒は上がるでしょう。そうするとまあ最終地点の目標は54秒とか53秒なんですけど、まあ050溝ももう少ないし、アタックも多分もう数回で終わるんで、それを考えるとまとめきれるかっていうところを考えると、まあ下手こいても57あたりは入ると思うんですよ。でうまくいって56で、かなりまとまって55ぐらいだと思うんですよね。そんなやっぱ走ってないんで、そんなにねパッと走ってまとめられるかって言われたら厳しいんで、はい、なんで、走ってる回数で言ったら富士が一番少ないんじゃないですかね、レーシングコースが。でただこの前夏にアウディでレースしてますから、僕レーシングコースで、コース自体はもう知ってます。はい、ただこの VAB で合わせられるか、やっぱ速度域も、まあ、ブレーキもグリップもやっぱ全然違うんで、でギア比は、まあ、やっぱギア選択迷ってるんですけど、まあとりあえず前と一緒のギア選択でいいかなとは思ってますってな感じで、ちょっとねもう周りポルシェとかねいて、今日あのパドックのあの貸し切りが入ってるんで、完全に多分午後は占有走行なんですよね、レーシングカーの。それから午前に入り込んでくる可能性もあるんで、レーシングカーと混走とかもありえるんで、で、まあ、最近結構ねあのサーキットでのルールマナーなんかっていうのもよく SNS が発達してあの上げられてますんで、まあ無理のない程度にやっぱちょっとそこはね、あの走る人種がいろいろ違えど、まあ、アタックはなるべく邪魔しない方がいいのかななんて、まあ、時と場合によるんですけど、優先順位っていうのは前にいる後ろいるアタックしてるによって、ただまあトラブルなく走ればいいかなとは思います。はい、結局は最後本当思いやりの気持ちなんで、お互い様なんで、はい、という感じで、ちょっと多分ねタイヤ的にも1本しか走れないんで、2本目はあの街乗りタイヤでちょっとせっかく来てるんで、まあレーシングコースもあのホームコースに、もう富士自体ホームコースにして、ちょっとズバ抜けて速い持ちタイムのコースがないんで、ちょっとせっかくライセンス持ってるんでね、富士は走り込もうと思っているんで、はい、そんな感じでちょっと1本目でバチッと決めていきたいですね。はい、そんな感じで、まあちょっとねコース攻略予習っていうのもしてきたんで、まあ苦手なのがアドバンコーナー、意外と90度カーブっぽく見えるんですけど、意外とヘアピンっぽくて巻き込んでるんで、結構ちゃんと旋回してから踏まないとダラダラアンダーで曲がっちゃってるシーンが多いんで、はい、まあ、その辺かな課題は。あとちょっとね ABS がやっぱり介入してくるんで、エビスでもしてきたんで、ちょっと減衰のセッティングを、曲がる方向ではないんですけど、よく足がつくような方向に変えてあります。とりあえずは、とりあえず富士は速度出るんでブレーキバッチリ決めないと旋回とかっていう話にならないんで、ちょっとそっちの ABS 優先の方でセッティングはしてます今。はい、なので、そんな感じでとりあえずね、とりあえず走ってみます。はい、
に走り終わってね、まあ、とりあえず初アタックに3回アタックしたけど、あ、4回アタックして2回邪魔されちゃったから、ちゃんとアタックしたのは2回で、両方とも1分55秒56と66か55秒5です。でその1本目にアタックしたのがもうベストなんで、まあ大体の感覚でまあ合わせられたかなっていう感じです。でまだまだやっぱ走り慣れてないんでもっと合わせられるんですけど、1コーナーもちょっとまだね車速が高いまま入ってるんで手アンダーで、コカ・コーラは余りすぎちゃってるのと、 100R はちょっと我慢できてない、突っ込みすぎで、アドバンコーナーブレーキが、まあ、早めでいいんですけどノーズ入れるのが下手くそで、でその後の立ち上がりがちょっと結構アンダーっぽいのと、ダンロップがダンロップ看板からでブレーキは全然間に合う。あと13コーナーがね、思ったより我慢が足りてなくてアンダー、多分ねちょっと垂れちゃってるっていうのもあると思うんですけど、であとその後のスープラコーナーはまあちょっとアンダーではあるけど、あと最終もまああとはなんとなくみたいな感じで、まあ課題はちょっと分かってるんで、で次やっぱもうどんどんコンディション悪くなっていくんで、ベスト更新できるかわかんないんですけど、まあとりあえず走りの感覚をちょっと覚えるのに、タイヤももう終わりなんで、これで使い切って終わりにしようかなって思ってるんで、最後一本、ちょっとベスト更新はできないと思うんですけど、練習っていう意味で走ってこようと思います。で、ABS の症状は出ないんですけど、いつもの効かないってやつ。じゃなくて今度はペダルがグッと奥に入っ勝手に入っていっちゃってグッて効くような現象が起きてて、ちょっとそれペダルリリースがちょっとやりにくくてちょっと怖い感じはあります。そんな感じだね。まあインフィールドはアンダー、コカ・コーラはオーバーって感じです。リアの減衰をちょっとだけいじろうかな。